新潟県農業大学校は、新潟県新潟市西館区にある、新潟県立の農業大学校である。1979年に設置された、学校の略称は農大。新潟県農業大学校のカリキュラムは、農業の基礎から実践までを身につけることを目的に、教室内の講義、演習から理論を学び、農場の実習から理論を、実践的に活用して習得するように、 講義、演習、実習を一体的に行う学習方法をとる。そのため講義演習と実習の時間配分が50、50となっており、理論に対する理解を深めることができる。学科において実習の主要な科目である経営実践、課題解決学習2では学生の主体性と責任を持った農場管理によって実践力を身につける。稲作経営科は、 10人程度のグループを作り、学生1人当たり 50R の水田を受け持ち、自ら責任を持って、水筒の栽培管理を実践。同様に、園芸経営家は3から5人程度のグループを作り、複数品目を組み合わせた農場経営を実践し、栽培から販売までの農業経営を学んでいる。畜産経営家は全員で、地中市、肉牛の飼育管理を実践し、 畜産経営を学んでいる。このような農場経営の実践と合わせて、卒業論文に相当する、試験研究課題を、学生一人当たり一から二課題に取り組むことによって、農業の生産現場あるいは、指導機関、農業関係企業等において、即戦力となる人材を育成している。学科を卒業すると専門士の称号が付与され、 人事院規則で短期大学卒業と同等の扱いとなる。学科卒業後に進学する場合は、登校研究科への進学のほか、2008年度に専修学校の認可を受けているため、4年生、大学3年児への編入が可能である。野球、バスケットボール、サッカー、バドミントン、卓球など体育系のほか、園芸、料理などのサークル活動がある。 それぞれ地域のクラブチームとの対戦や、競技大会に出場するサークルもあるが、新潟県農業大学校、群馬県立農林大学校、埼玉県農業大学校、長野県農業大学校の4校で4県スポーツ、交流大会と称するスポーツ交流が行われており、この大会を目標とするサークルが多い。活動は、学生の自治活動として行われるため、 学生実地会の認可によって、設立、予算配当が行われる。また、顧問として、教職員を迎える方針としているため、近年、他の大学で問題とされている政治、宗教系のダミーサークルは存在しない。10月中下旬の土曜日に、農大祭と称する、学園祭が開催される。全学生が企画、運営に関わり、米、野菜、果物などの農畜産物、 焼きそば、豚汁等の販売、先行別の展示、触れ合い動物園、餅つき等、多くのイベントが行われる。特に農畜産物の販売は、実習として学生が自ら生産した農畜産物が格安な価格で提供されるため、多くの来場者が開会前から訪れる。1日間の開催であるが1500人以上の来場者で賑わい、実りの秋にふさわしい。 食と脳を感じられるイベントである。学科は全寮制となっているため基本的に全学生が入寮することになる。学生寮はすべて個室でプライバシーが確保されていることやインターネット洗面台が完備されており充実した設備となっている。研究家の入寮は任意となっている。ありがとうございます。